清水インターチェンジは、静岡県静岡市清水区に所在する、東名高速道路のインターチェンジである。東京 IC から148キロメートルの位置にあり、特定重要港湾の清水港に近い。清水区の中心部へは、約2キロメートル離れている。併設している高速バスの清水バスストップもここで、記述する。国道1号生成バイパス。 県道静岡清水線との接続の良さから旧、清水市域はもとより、静岡市中心部と東京方面を結ぶ交通のようとなっている。新静岡バスターミナルを発着する高速バス新宿、静岡号も、静岡インターチェンジではなく清水インターチェンジを利用するルートを取っている。かつては一般道と平面交差で接続するシングルトランペット型であったが、 改築により立体交差で接続するダブルトランペット型となった。1.4km 東にある清水 JCT で新東名高速道路と接続するため入り口看板に新東名の文字がある。清水インターチェンジと清水 JCT の間は加減速車線でつながっており走行車線に入ることなく新東名への出入りが可能な構造になっている。ゆい。 カンバラ方面から走ってきた車両が国道150号による遠回りや静岡市内での渋滞を逃れるためにショートカットとして使われることも多い。清水インターチェンジ清水インターチェンジに併設されたバス停留場である。旅客案内場では東名清水と称する。東名ハイウェイバスの特急便、急行便が停車する。ありがとうございます。